皆さんこんにちは、コージー TV。 今回は勝手に超ダメだし、ホンダよ NSX に本気なのか、本気で富裕層ビジネスに入るつもりがあるのかをですね、担当の水上さんに愛を持って厳しくインタビューしてきます。厳しめの質問をしてもういいでしょう。まあ、NSX 僕的にはですね、はい、まあ車としては面白いと思うんですけど、はい、正直そのこうビジネスとして見た時にどう思われてるのかなと思って、うん、この結局トータルは何台作ったんですか？トータルは、アメリカが2500台の、日本が500弱ですから3000ぐらいですか、現時点。だからそれって どうですか？いや、台数で言ったら多分ビジネス的にはきついですよ、正直な。厳しいというか、僕は正直惨敗なんじゃないかと思ってるんですけど。あ、そうですね。そうですよね。だからそう考えた時に、だから何がダメだったっていうか、僕は言ってみればこう厳しいことを言うと、サッカーで言うとなんか出ただけって思ってると思うんですよ本当の、僕すごくちょっともったいなさすぎてですね、あのホンダがですよ、 F1 だ買ったりしてるホンダが出て3000台で1年間年間例えば1500台とかって話だったじゃないですか。その中で日本が100台でその中でコルベットとか年間2万台とか売れて、そうですね、フェラーリが何台売れてるかってご存知ですよね。はいはい、9000台とか売れてる。売ってますね。まあ、ランボも売ってますし、ね、ランボルギーニだけでも7000台とか、ね、マクラーレンがここ10年頑張って、はい、最初2000台ぐらいだったのが4000台まで行きました。そう考えると世界のホンダとしては僕あまりに、もうなんか、いや、おっしゃる通りだと思います。ですよね。それは悔しいと思われてます。いや、思いますよ。そう、だから、やっぱりそれとこれって車がどうこうとかいうよりもやっぱ販売網の話も問題があると思っていて、正直なところ、やっぱり量販メーカーがこのクラスに手を出してしまったっていうところがやっぱあると思うんです。そうです、正直なところね。そうです、それは厳しめだ。そう、僕はそこは厳しいと思っていて、本当その世界ので日本代表ね、サッカーで例えばまあこの間もオリンピックで、前なんとか4位に入ったけど、それやっぱり立派だと思うんですよ。そうですね。で、これ言ってみればサッカーでいうと、もう昔の中国とか韓国にも負けてた、もう J リーグが出てない時の日本代表並みの惨敗ぶりだと思うんですよ本当のこと言って、あのホンダがですよ、僕はそれは最初からなんか間違ってんじゃないかと思うんですよ、ビジネスとして。そうそう、だから本当それ水上さんそううなずかれて僕は良かったんですけど、これをまたやるのはもうしょうがない、やってもしょうがないと思うんですよ。いや、ただね、それは僕はサラリーマンですから。そうそこなんですよ。そこはだから会社の方針をね、逆らうわけにいけないし、はい、僕の使命としては、この国の2代目をどうやって消化させるかっていうことですよ。そこを極めるかっていうことをやってきたわけです。で、今回の商品だから辞めるっていうふうなのがこうポロッと変わってきたとしても、僕はこの車を極めたくて開発したわけです、でそれを最後に同じ形で色替えしたぐらいで出さなくてよかったなって思ってるんですよ。それはね、なるほど。そこを極めた車をちゃんと出せたっていう、残したかったと。初代ってこの2代目を作った、どんどん進化させていくと、良くしていくっていうところはやっぱ全うさせたかったってこと。そうですそれは僕はね、そこは素晴らしいと思って、僕もね、乗ると楽しいと思うんですよ。そうなんですよ。格好もいいと思うんですよけどこんだけ売れないっていうのはもったいなさすぎて、もったいないですね。そこがもうね、根本的にスポーツカーというのを間違ってるというか、本気で富裕層ビジネスに入ろうとしてるのかっていうところが、そうなると思います。で、そこは本当はですね、水上さんではなく僕ね、社長なのか本当は最初にこれ2代目を作った人、ブラス？テッドさん、テッドさんに語ってほしいし、そもそもこれは最初にやった予定はどうだったのか、それに対して全うしてるのか、日本はね、オリンピックで優勝するって言って、それ4位に入って、そこの説明をね、してほしいし、で、次3代目を作るんであれば、もうこんなもの見たくないんですよ、僕は。車がいいとか、いいプレーをしたではなくて、ちゃんとスポーツカーとしてホンダらしいものを作って、世界にある程度ビジネスを少なくとも 何万台売るのかっていうことをやってくれないと、こう F1 の出たホンダで F1 パワーで世界一位になるっていうホンダが、こんな惨めな姿を僕は見たくないというふうに思っていて、もっとできるはずだし、この半端な形でも出すのは、それでほどこどもう社長に語ってほしいんですよこれ
これすみません、ね、無理言ってるのはもちろん多分ね、あのサラリーマンとして受けられた方はもうね、もう頑張られたと思うし、そういう意味では僕車もよくできてるだし、多分乗りは楽しいんですよ。いや、そう思います。格好もいいんですよ、よくなってるし、軽量化してパワーも出てんだけど、そうじゃなくて根本的なところからして、なんかね、けど北はみんなそう思ってるんですよ、ジャーナリストも乗ればいいけど、そうじゃなくて世界で NSX が売れてこそみんな、あ、日本の NSX はアメリカ走ってる、そういうのつけてほしいんですよ。だからそう考えた時に、そうなんですよ、あ、もうそう思われますよね。いや、あの、僕言われ十分言いたいほど分かりますよ、やっぱり。いや、だってここの世界ってね、サラリーマンが頑張って、だって1500万ぐらいの世界ですよ。そうそうそう、日本で言った場合には。そこの世界から飛び抜けた人たちって天井人なんです。そうなんです。その人たちを相手にする金額をつけたんだから。そうなんです。そういったことはやらなきゃいけないっていうのは、当然僕もすごい、自分で個人的にも車好きなんで、はい、そういった世界に踏み込みたいけども、はい、いけない領域ってあるじゃないですか。いや、だからね、本当だったら富裕層ビジネスにするんだったら、いやいや、本当のこと言うと、あのランボルギーニのトップでも引き抜いてきてもうさ、いやいやいや、ガツンと別会社にして、いやいや、ディーラーを作って、いや、そういうことだと思いますよ。そういうことですよね、と思いますけど。でもちょっとホンダではやっぱり量販メーカーのできる限界が今のところね。そこをやるんならば、そういった極め方はあると思いますよ。いやいや、そうしなければ僕やる意味がないと思っていて、そう、僕の思いは理解していただいて嬉しかったし、けど、はい、そうだからこれ今までだとサラリーマンというか、ホンダの一部の好きな人が作ってる、まあ、言い方、失礼な言い方しますけど、ちょっとその独りよがり的なね、はいはい、スポーツカーになっているっていうのが非常に残念で、まあ、そう取られちゃうでしょうねトータルで見るとね、まあ、フェラーリに勝つのは、まあいいとしよう、相当難しい、じゃあコルベットのいい戦いをしようとか、とするともう根付けから違うし、ね、狙いも販売の仕方も違うと思う。で、僕ハイブリッドをやったのは決して間違いではない。日本らしい、はいはい、でスリーモーターもいい、ホンダらしい、はいはい、で乗ると楽しい、はい、けどそういう問題じゃなくて、なんか、実際にお客さんがね、これを買う層はもう富裕層ですよ、そういう意味では2代目になっていい部分もあったと思う、800万円じゃなくて、でそうそう2400万円台で本格的ミッドシップにしたっていうのは決して間違いではないと思うけれども、その時に本当は何台狙ってこういう売り方を変えるっていう、でそれもある程度はできてたと思うんですよ、ホンダの専用の専門のリーダーでやったけど、残念ながら今回はそれが台数的に振るわなかったってことを考えると、本来的には本当にマクラーレンが出るようにね、もうロンドン郊外に専用の開発機を作って、もうトップをもう本当5度回りかなんか引き抜いて作るとか、もうやって、もう神話から作っていかなければいけないのが、どうしてもなんかどっちかというとシビックとかレジェンドを作ってる技術で作っちゃってるってところで、そこは誰にでも乗れるとか、あの一般的に親和性があるっていうのはいいと思うんですけど、それは乗りやすいもので、本当にそれが富裕層に響くものになってるのかっていうことだと思って、でも単純に言うと、ホンダも実はですね、これ今やりにくいんでしょうけど、今 F1 のパワートレイン使ってやれば、ある種の富裕層は絶対買うんですよそうですね、 V6 のレッドブルが使ってるやつを、これをパワートレインで市販車乗せたら絶対買いますよ、1億でも。いや、だからそういったハイパーカービジネスみたいなのも発展性は考えられると思います。そう、うん、である意味そういうことをするとか、もうそれで本当に技術があるから、もう、カーボンのね、モノコックでやっただけでも、僕はだからスーパーカービジネス、僕はもう素人的に思いつくだけでもそういうものです。そういうホンダソリューションがもうすでに持っているということを考えると、この一般大衆の延長の誰でも乗りやすいスーパーカーっていうのはもう諦めた方がいいんじゃないかとした思うわけですよ。いいものはできているけど、そこが富裕層が求めるものとはやっぱり違うんではないかって、まあそうですね、そう、いや、まあ数を、まあ、そういう人たちに数を増やすっていう考え方を持ったらですね、そう、まあ、幸いにも今幸せなことにね、あの NBOX も一緒に売ってるパフォーマンスディーラーというところに足を運んでくれて、はいはいはい、買っていただいている方がたくさんいるわけですね。まあ、たくさんといってもその絶対マスでどんだけ狙ってっていうところを本当に真面目に考えたかどうかっていうところにあると思うし、そこが
最初のビジネスのところ、そこちょっと水上としては理解できてないところがあったもんですから、はいうん、というちょっとすみません厳しいこと言っちゃったのは置いといて、車自体はちょっともういいよね、あんまり僕もちょっとないもの出てるしてるなと僕は思ってるんですけど、多分一部の人は絶対そう思ってるんですよ。いやでもそれを逆に言っていただいた方がいいんじゃないでしょうか。いや僕はね本当はこれは一担当者ではなくて社長であり、うん、最初に作った人であり、ね、これをビジネスとしてどうやって成長させていくのかと、しかもホンダという世界でも日本、うん、アジアだけです、うん、アジアでホンダだけですよ、 F1 でパワートレインで勝ったなんて、ねね、こんなのはヒュンダイだって、うん、中国のどこの企業だってやれてないことで、うん、トヨタだってできてないことをホンダがやっているのに、そのドリームを市販に投入するということが基本的にスーパーカービジネス、うんうん、それはフェラーリがやってることじゃないですか。まあまあそうですね、F1 のドリームを市販車にやって F1 ヒラルキーを作って F1 ファンをそこにさ、なんていうの、そのお布施を出すようにフェラーリの市販車を買ってもらうっていうその超スーパーカービジネスをやっていて、うん、フェラーリはそれでもう利益率 20% なんだわけですよね。これがホンダ NSX が年間1500台作るのがトータルで3000台ぐらいで収まってるっていうのは僕正直惨敗と言わざるを得ないので、もう台数で言ったらそうですね。そう、台数で言ってばそうで、そう考えるとだって1時のマクラーレンが年間で売った台数ですよ。ここは僕はホンダはね、一発スーパーカービジネスを一からやり直すチャンスだと、チャンスというか、まあそうですね、そこはもうホンダ本当社長レベルで考えるお話であってと思います。はい、という話はさておき、はい、けどこれはよくできてそうだと思うんですけど、水上さんは多分その担当の中ですごく頑張られたと思うんですけど、じゃあどの辺がこう一番創当初 の、はいはい、NSX2 代目のを全うさせるために どう進化させるってことを考えられたんですか。そうですね、これやっぱりいろいろな話があると思うんです、はいはい、でも今回はやっぱスーパーカーとしてやっていかなきゃいけないのは、そうですね、ダイナミックとデザインっていう要素に集中したかったんですね。だけどもそれがバラバラにやって別のもので作りたくない。もう見ていただいての通り、もともとこの形があったんじゃないかっていうぐらい溶け込んでると思います、うんうん、正直、うん、通常前だけ作ったとかもっと付け足したっぽくも ね、なるじゃないですか。普通取って付けたみたいとか、違和感が出るのが異物感なく、そこはデザイナーの頑張りもあり、我々の本当にそれをデザイン表現する中でデザインのお絵かきだけしたくなかったんですよ。あ、ちゃんと意味のある形って、先ほどからちょっと一部紹介させていただいたようなところっていうのが、風洞実験やり、計算もやりました、シミュレーションもやりました、それにデザイナーがちゃんといて、モデラーがいて、粘土削りましたとか、そういったところまでって形決めていったんですね。で、それでそれだけでは数値の世界だから、はいはい、走ってのロバスト性も含めて、高速走行まで含めて、全部フィンの形で何という、最終的には全部決定していったんですよ。だ、そういった総合力っていうか、それをこう形にしたっていうのが表現ができたっていうことが嬉しいことかな。なるほど。特にあれですか、やっぱ前のところとかって全然違和感ないですよね。はい、そうですよね。ライトライト周り、うん、下のバンパーの、はい、バンパーとか、はい、あとメッシュを使うにも本物の金属メッシュを使うとか、そういうこだわりを持って。カーボンだからできる形をやろうかとか、そういったところです。で、通常スーパーカーっていうと縦長のライトが多いんですよ、はいはい、そこを横長のもともとのライトのまま成立させて溶け込まそうっていうところもなかなかデザイナー的には大変だったと思います。なるほど。これカーボンブレーキって前からあったんでしたっけ。前からあります。これはオプション設定で用意している内容です。で、ホイールのデザインも新しくしてます、ね、はい、リアはやはり横からちょうど見える形だと、あと後ろから説明して、あ、この台形の感じ全然違いますね、はい、でここのサイド真横から見てもかなりオーバーハングが小さく見えると思います。あ、この辺りですね。そうです、そうです。で、サイドから見たのと横からの後ろからのつながりというのが確保しっかりできていて、はい、これを穴が今までよりも小さいんですよ、冷却って。これも鉄、うん、あとこのディフューザーっぽいのも、そうです、それをカーボンディフューザーを全部標準でつけまして、これの角の長さとか、あとは下からの流れてきたものをセンターが速くしたいと、はいはい、それでこのフィンでちゃんと流す、それでもう一本この短い、見えづらいんですけど、この短いのがあるんですが、これがタイヤの巻き上げた風を外に出しちゃうと。じゃ、結構もう全て空力的に意味がある動き、はい、そうです。リアのこの辺は実はこのテールランプ周りは変えてなくて、ここから変えてます。そこをこっからただこれも新作です、バンパー、樹脂バンパーで。あー、ここをピークを出して
こういったラウンドをさせる形にしてて、ここも短くということで。これフェラーリテスタロスをイメージしたわけじゃないし違うこのカーボンエンジンカバーをグロスにして、はい、あそれであの、まあ、610馬力最近エンジン見えない車が多いんで、うん、そのカバーを赤にしました。じゃあもう水上さんはこの2代目のポテンシャルをとことんまで引き出そうと、はい、そこに注力されてしました。で走りもエンジンを立てたくみたいに22馬力で52馬力、はい、そうですね、はい、で足回りのセッティングもあの SH の動かし方、はい、それとあとはファーステアリングの設定、あとはダンパーの減衰力設定含めて全部やりました。あとエンジンもパワーを上げた分とモーターの使い方含めて駆動力の出し方っていうのも全部やり直します。わかりました。はい、ただあのすみません厳しいことを言いましたけどこの中でファンはこのファンは喜んでおられる仕事をされて、いやいや、うん、よくできてるけど結局本当はゴールがまあどこにビジネスで事前事業をやってるわけじゃないですからね。全くその通りで、うん、私がその思いが いいお話いただいて、いや、ゲロ本当にずっとそう思ってました、はいはい、ありがとうございました。